皆さんこんにちは、ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今回も高橋陽一さんと2人でこれリモート収録ですけど、やりたいと思います。高橋さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて高橋さん、今日の話はね、あれだよ、100万回ようやく岸田氏を1日100万回って言ったけどさ、ちょっといくらなんだもん、遅すぎないこれ。もうなんかね、もうピークアウトしてるかもしれないっていうレベルなんだよね。そうだよね。もうあの、だいたい今週、今日は多分史上最高って言えるかもしれないけれど、もう、あの史上最高っていうのがもう言いにくくなってきてるんだよね。で、この時にやろうって言ってるんでしょ、完全にもう手遅れじゃない。そうだよな。しかもさ、100万回って言っててね、いやこれ与党の中でもなんで100万だって、せめて120、130ぐらい言わないのと。だって菅政権の時100万回って言ってみんなに散々文句言われたけど、結果的には1日170万回まで行ったわけでしょ。だから実績あるんだよね。なんで言わないんだろう。どうそこ。もうだから、あの岸田さんが菅さんの逆をやりたいってそれだけじゃないの。つまり、岸田さんじゃない、菅さんがやったことを後になって、追っかけてるような印象はやりたくないっていうことか。いやだからわざとあれなんじゃないの、違うことをやってるんじゃないの。そんな感じか。まあそれにしてもさ、ちょっと遅すぎるよね、まあね、これがね遅すぎるっていうかね、もともとね、岸田政権できた時にあのほら厚労大臣とワクチン担当大臣変えたでしょ、はいはい、まあ、その結果なんだよ。要するに人事の間違いなの、これは。人事の間違い、そうそう、こういう時に、あの、要はね、まあ、戦時体制みたいな、有事みたいだからね、あの、変えちゃいけないわけ。だから、舛添さんは、あれだし、前、厚労大臣の時に、新型インフルエンザの時に変えなかったでしょ。ああ、はい、はい。あの、福田政権とかそういう時に変えなかったんだけど、そういうふうに変えちゃいけない。ほいでね、あのね、菅さんがね、から、あの、私、これを体制の時に話聞いたんだけど、厚労省に任せたらダメだ、遅くなるって、はっきり言ってね。だから、厚労省にやらせないで、河野さんにやらすって、はっきり言ってたんだよ。それで、河野さんにやらすってことは、厚労省を使わないっていう意味なのね。それで、河野チームっていうのがあって、それは河野さんが、まあ、全部自分の周りに置いといて、それで、その中で、厚労省に仕事をさせるっていうよりかは、もう直接、地方自治体と直接やってるわけ。はい。だからこれは厚労省じゃなくて総務省を官僚で使ってて、それで河野さんをやるっていうのがワクチンのやり方なんだっけ。はい。それで今回、堀内さんに変えたでしょ。はい。そしたら厚労省はその隙に体制を全部戻しちゃって、それで河野チームはもう半減したし、それで地方自治体との、あのリーゾンチームは解散させたんだよ。うん。それ河野さん自身が暴露してるね。そうそうそう。それはもう、それはね、河野さんもね、最近あれ言うようになったんだけど、もう体制、こうやってね、大臣変えるとね、体制変わっちゃうんだよ。ああ。だから官僚としては常でね、要するに大臣の変わる隙にね、全部前に戻してる。ああ、まあ、それで大臣を変えることだったらトップ変わってんだから、体制をこの際刷新しますって言ったって全然不思議じゃないもんね。不思議じゃないし、これで大臣のレクっていうのは2、3週間あるからね、その間に全部変えちゃうんだよ。ああ、はいはい。それを実際やったわけ。それで、後藤は厚労大臣の時に、8ヶ月経たないと打てませんよって言ったでしょ。あんなの厚労省の、厚労機関の、言うがままに言ったわけよね。それで、はい、それで、厚労省にやらせるから、もう、できないに決まってるわけだよ、これ。遅くなる。菅さんはそれを見込んで、厚労省になるべくやらせないで、河野さんに全部権限を出した。だからもう、これ完全に人事の問題で、あれだよ、まあ、そもそもね、岸田さんがね、甘いんだよ。で、岸田さんの3回目打ったかどうかって新聞記事ないんだけど、よくわかんないんだよ。あ、岸田さん自身がね。そう。ああ。いや、やってないってことはもう全然そのやる気ないってことだったよ、はっきり言えば。ああ、そうだね。うん。ほいで、ほら、尾身文化会長いるでしょ、はい、俺が3回目打ったのは2月の5日だもんね。びっくりしたよ。私より遅いよ。はいはい。私より遅いよ。普通はね、医療関係者で高齢者だからね、すんごい早いはずなんだよ。そうだよね。尾身さんなんか象徴的存在だから、なおさらだよね。あれ、2月5日ぐらいに今打ちましたって。びっくりしたよ、正直。ああ、なるほど。だからもうそれはもうわかるように、なんていうかな。うん、これについて、ね、高く売ってたんだ
そうね。でね、ちょっと話戻して、視聴者のご覧になってる方も、ちょっとそこ分かんないかもしれないんで、もう一つ念のため申し上げておくと、河野大臣の時には、実は地方自治体、まあ県なんかからだいぶ応援部隊を地方からもらって、まあ50数人って言われてるよね。52、3人集めて、それがいわば、さっき高橋さんおっしゃったリエゾンチームという形で、要するに政府と地方自治体のいわば連絡係になって、そこがエンジンになってワクチン接種が進んだと。ところが、そのリエゾンチーム50数人のチームが解体されちゃったわけだ。そう。うん。だから、それで厚労省のルートで全部仕事するようになったから、こんなの遅くなるに決まってるよ。そういうことね。普通はこのチームを残すためにも、うん、河野さんと田村さんは留任なんだよ。そうだね。うん。うん。それ留任させておけばね、それ絶対にそのまま動くんだよ。そうだね。うん。うん、で、あれ、岸田さんが人事やりたくなったんだよね。そういうことね。まあ、ついでに言うと、西村さんも変えたもんね。そうだよ。もうなんかとんでもなく、もうパワーダウンしてんだよ。そういうことね。で、その時に役人はこれ幸いというか、まあ、ここぞとばかり体制を全部ノーマルな状態に戻しちゃった。そうそう、前に戻しちゃった。だからもう、これはもう絶対に遅くなるってパターンなんだよね。そういうことか。ああ。さて、そうだとすると、こっから次の話。岸田さんはね、それから岸田さんを支えていると思われる、その側近たち。まあ、島田隆さん、政務秘書官、それから木原誠二さん、内閣官房副長官。まあ、この方が霞が関ご出身で、まあ、官邸の岸田総理の一番近いところにいらっしゃるんだけど、まあ、岸田さん含めてこの3人、この3人の方たちは、要するにどうなんだろうな、この霞が関の動かし方、役人の動かし方、そこが分かってないということなのかしら。完璧に分かってないんじゃないの。完璧に分かってない。もし私があれやってたらね、あれだよ、河野さんと田村さん動かさないよ。ああ。だってうまくいってるんだから、それ動かす必要ないじゃない。あ、まあまあ、そういうことだ。うん。うん、それで、下手に動かしたらもう大変だろうって分かるじゃない。ああ、そうだね、うん、で。もう前に戻っちゃったらもう大変だから、ああいうふうに河野さんとワクチン担当大臣って置いたんだから。ああ、はい、はい。ほいで、大まけに堀内さんってのはお嬢さんみたいな方だからさ、もう一気にもうなんか全部、なんていうかな、やられちゃうってのはすぐわかるよ。何にも動いてないよね、ここ、ね。無理だよ。ほとんど初任でしょ。ああ、初任。そんなできるわけないよ。できるわけないよな、そうだ。うん。だからあれはもう人事しちゃったとか間違いなんで、島田さんとね、木原さんってまあ財務省と、計算書ね、うん。基本的に地方事務のこと分かってないね。そうそう。ちょっとそこの話も聞いておきたい。うん、これも、あなたがもうかねてご指摘だけども、うん、この、例えば10万円の問題のところでそこがちらっと見えたんだよね。うん、その政府が10万円出すっていうふうに決めて、それ実際に10万円配るのは地方自治体だと。うん、だから実際の実務になるのは地方自治体なんだけども、そこの国が地方自治体に仕事をお願いするときのやり方、ここの仕組みが分かってないんじゃ、分かってなかったんじゃないかっていうご指摘なんですけど、そこちょっと言ってくれる？もう完璧に分かってないと思うよ。分かってない。もう、これ法律の話なんだけど、国から地方に頼むときっていうのは、実は2種類しかないわけ。はい、一つは、法定受託事務って、はい、法定受託事務。はい。うん、法定受託事務じゃなければ、自治事務ってなる。自治事務ね。自治事務。うんで、このね、どっちかっていうのは、この業務はどっちかっていうのは、実は地方公務員試験ではものすごくよく出る問題なんだよ。だから、地方自治体の人から見たら、この業務は、どっちなの？国から言われてんだけど、どっちなのって一番最初考えるわけ。あ、一番最初にね、なるほど。これでね、あんまりもね、なんかね、理屈でね、分けるのは結構難しいところあるわけ。正直言うと。はいはい、でもね、法定受託事務って分かるように、法定受託事務の場合を法律できちんと書いてあるから、そこで分かる。あ、法律で書いてあるからね。そう。はい、あんまり書いてないのは、自治事務になっちゃうわけ。はいはい。で、自治事務になると法律もないから、まあ、基本的に国はちょっとお願いするんだけど、地方自治体でできないって言ったら、これはもう地方自治体の裁量になっちゃうわけ。ということは、まあ、お願いベースだってことね、基本的には。あければ、そうそう。ああ、そういうことね。はいはい。それで、ちなみにコロナの事務なんかあるでしょ、二類にしてたら保健所がどうのこうのっていうのは。はいはいはい。これは法定受託事務なんだよ。いや、法律で決まってると。あんまり、だから、地方自治体でね、なんかね、できませんとか言えないんだよ。
あ、なるほど。国のが強いわけね。うん、これはもう後ろ、だからこれは二類と五類に変えないとすごく大変になっちゃう、はっきり言えば。もう、もっと地方、地方は言えなくて、もうはっきり言って、はい、やってますって言って嘘つくしかなくなっちゃったよね。あ、なるほど。それでも、給付金の事務はね、実はね、法律用意できなかったんだよね。用意できなかった。それはそうだよ。あんな経済対策でやってんだもん。すぐできない。ああ、なるほど。法律が、うん、用意、法律が準備できなかった。はい。うん。だからこれはもう最初から自治事務だってすぐ分かる。これ、つまりお願いベースだ。お願いベース。それなのに、なんか最速決めちゃっていろんなこと言ったでしょ。ああ、はい。あれ間違いだ。間違いなんだ。間違い。うん。うん。だからこういうものお願いするって言って、お願いするって言って、もしかできないしたら、じゃあ地方の実用でって言っちゃうのが普通なの。ああ、はい、はいはい。法律の立て付けしてたら、なんか、まあ、ちょっと最初言っていいんだけどね。これでもう、だから、大阪の松井市長なんかはできないって言ったでしょ、すぐ。ああ、はい。それは、法律の立て付けよく知ってるから。ああ、これ絶対。法律がないこと分かってるから。うん、分かってるから、もう言ったら勝てるって分かって言ってるんだよ、あの人は。それにもかかわらず、官房長官かなんか、もうずっと粘っちゃったじゃない。ああ、粘っちゃったな。あれ、全く意味がないんだよね。なるほど。それじゃすぐわかる。なるほど。うん、だから、こんなの絶対折れるってすぐわかるから、官邸が折れるってわかるんで。ああ、でも、ああいう無駄な時間を使うっていうのが、今回あれじゃないか、官邸の中枢なんじゃないの。いやー、話を聞くとさ、なんか、いろはの意みたいな話だよね。そうだよ。だからさ、私なんかさ、最初からさ、もう絶対こんな議論勝てるの分かってるから、もう絶対に、官邸の方は、地方の言う通りになるよっていう予言してたじゃん。すぐ分かりますよ。なるほど。だからそれを、島田ね、秘書官と副長、木原副長官は分かんってなかったとしか思えない。こんなんで議論する時間を無駄だしね。もう何回言われたらね、すぐに、ね、もう地方の実情ですぐ行っちゃうに決まってるんだよ。それはさ、どういうこと、うん、いや、僕、役人なんかはね、私、外部から見るとさ、ご覧になってる皆さんもそう思ってるんじゃないかと思うけど、うん、役人はそういう立て付けみたいなことは何でもちゃんと分かっていて、だって、いや、全部は知らないよ。知らないってことなの？全部は知らない。だから私もね、財務省に行った時はこの話よく分かりにくかったよ、正直言うと。ああ、はい。でも総務省に行ったから、それはすぐ分かったよ。ああ、はい、はい。うん、だから総務省でも仕事したもんね。あるかないかだよね。ああ。それで、今は、官邸は、ほら、財務省と経産省でやってんでしょ。ああ。で、菅さんだったらどうかっていうと、周りに総務省の人いるじゃない、すぐ言ってくれるよ。ああ、そうだ、ね。これはもうこういうことですよって誰か言うよね。もしかしたら、ね、総務省の人言わなかったら私が言うぐらいな感じだから。だから、一言言ってあげたらね、簡単じゃない、はっきり言うとこれ。そうだよね。うん。だから、その一言がないんだよ、おそらく。そういうことか。この今回のこのドタバタ劇は。そう。総理に一言言えばね、あ、そうかってすぐ終わるんだよ、これ。あ、そういうことね。うん。究極的な話するとね、地方の方で紛争処理委員会っていうのはあるから、そこに訴えることもできるわけ。これ絶対負けちゃうから、国が。なるほど。まあ、菅さんはさ、あなたもご承知のとおり、ほら、菅はさ、総務大臣やってたでしょ。そう、だから知ってんだよ、これよく。それでしかも あなたはさ、その総務大臣補佐官やってたでしょ、確か。だからね、総務省の関係が人がいたらすぐ言うって感じのくらいの話なの。ああ、もう医療派の一番最初の前提の話だもんね、これ。うん、今の官邸だと財務経産がやってるから、中央省庁の話が詳しいかもしれないんだけど、地方の話分かんないから、だからコロナもダメなんだよ、そうやって。だってコロナの話ってほとんど地方がやるんだもん。そうだよね。そうだ。うん。うん。なんかこういうふうな基本的なことをね、多分知らないんだと思うよ。そういうことか。だって意味ないもん、こんなの抵抗する。だから最終的に言うとさ、最後は地方の実情でって言っちゃったでしょ。ああ、言っちゃった。うん。うん、なんか2週間ぐらいかけて。でもそれで2、3週間確か時間浪費したよね。そうそうそう。もう、全く意味ないよ、あれ。あ、全く意味ない。初見、最初聞いたときにほとんど即答ってレベル。ああ、なるほど、ね。即答して、あ、これもう、地方の実用でやった方がいいっすよって、そんな感じの話。ああ、はいはい。ということは、まあ、岸田政権には、そういうちゃんとしたスタッフが揃ってないってことだね。そうだね。ないってことだね。うん。本当に、なんか驚くくらいな感じだけどね。驚くね、本当に。うん。うん、
朝礼暮改が続いてるのも究極的に言うとそこが原因かしら。そうでしょ。上がってくるときにきちんと判断できないんだよね。これもね、私ね、通報が結構多いんだけどさ。これまた通報ですか。うん、どういうこと。だってこの間もさ、ほら、ほら、なんだっけな、ほら、濃厚接触者は受験させないって話あった。あった、あった。はい。あんなのありえないもん。官邸が知らないでやるっていうのは。ああ、はい、はい。もうだから官邸のほら、内閣参事官って官邸の中にいるんだよね。順位がいるから、はい、それで文科省の担当いるし、普通は文科省から執行者が来てる。ああ、来てる。まあ、あなたも参事官だったし、ね、そうそう。それの人の仕事ってんのは、総理にはとりあえず挙げてくれっていう話だから。ああ、はい、はい。で、その時に、多分、副長官とか、秘書官に絶対話してるんだよね。ああ、はい。うん、それで、副長官、秘書官、あと官房長官に話して総理にあげるんだよね。はい、はい。うん、だから、その秘書官とか副長官がいいよって言ってるから、文科省の方は、受験させないってことを言うわけだよ。はい、はい。それで行っちゃったわけだ、実際にね。うん、だから、もう完全にミスなんだよね、あれ。ああ、はい、はい。いきなり総理にね、いきなりあげるってことは通しないから。じゃあ、副長官と秘書官。と話する。そこのところでもう間違ってるわけだな。間違ってる。うん。だから、ああいう形になって、出た後に大騒ぎになる。そういうか、それか、朝礼暮改が続いてる理由は。うん、だから、普通だったら、この話聞いたときに、あれだよね、副長官か秘書官のどちらかで、ちょっとこれおかしいんじゃないのって言うよ。ああ、はい、はい。言っとけば、ああ、そうですか、うん、じゃあ、デルタ株と一周年に別数事件にしますって、すぐ終わる話だ。うん。でもさ、それで OK されてね、それで後でひっくり返されたらさ、その担当のさ、うん、内閣参事官の人はさ、立場ないよね。内閣参事官立場ないけど、もっと立場ないの文科省なんだよね。もうそうだよな。怒られるだけなんだよ。怒られるだけ。で、それで、その文科省はさ、お前内閣参事官にさ、お前官邸に何のためにいるんだってちゃんと報告してあるんだろうと。言ってるだろうね、それは。それだから、ね、内閣参事官いついつ報告しましたって絶対言ってるよ。言ってるよね、そうだよね。当たり前だよ、女。言ってるよね。内閣参事官で止めることはまずないから。うん、まあ、そうだよな。うん、自分より年次の上の事務次官かなんかから、これ、総理に話しておいてって頼まれるから、そんなすぐ言うよ。うん、言うよな。うん。だからもう、そういうの結構多いんだけどね。この朝礼暮改の中でね、それで最後はさ、うん、マスコミはこれで最後で岸田さんが指導力発揮したってそういう風な記事になるじゃない。いや、これまたさ、また新しいフェイクストーリーだよな、それ。これないよ、これ。ひどいよな、うん。官邸の中で聞きゃすぐ分かるじゃない、こんなの。ほら、佐渡金山もそうじゃないか、これ。何佐渡金山の話もそうじゃん。佐渡金山ね。あんなのさ、はいはい、もう全部さ、官邸が了解済みの話じゃないの。ああ、そうだよね。ああ、またひっくり返してさ。ああ、そうだね。それ後になって確かさ、外務省とさ、文化庁だっけ担当者呼んで、ドタバタドタバタなんかやってたよね、あれ。やってたよ。あれだから最後でこういうふうにするからって言って、それで本当はその前から、文化庁が答申出す時から、もう見送りって方向でやってたんだよ。ああ、なるほど。官邸も了解して。ちょっとさ、大体分かった。うん、で、昨日のこの話と今日の話で、官邸の実態っていうのはかなり分かってた。やっぱり相当ひどいね、これ。これレベル低いよ。低いね。低すぎるよ。低すぎるね。それでさ、ちょっとついでに最後、ここも聞いておきたいの。うん、さて、そうだとするとね、日本にとって一番重要な同盟国のアメリカ。アメリカは例えば今、ウクライナの問題でもう天然ワイヤーしてるし、それから中国の問題でも非常に心配してるわけでしょ。で、当然日本を頼りにしてるよね。で、岸田政権どうやって動いてんだっていうことも当然ものすごい関心持って見てると思うの、アメリカ。アメリカの人たちからあなたのところに接触なんかない？米対はないね、特に。これは、政権離れてるからないけど、ない。うん。うん。でも、関心あるだろうな、当然ね。これはだからよくわかんないだよね。これでほら、岸田さんがさ、ほら、対面をかなり要求してたんだけど、バイデンは会わないって言ってたんだけど、他の首脳とは結構会ってたよね。そうそう、会ってるよね。うん。ホワイトハウスの見ると結構会ってるよね。そこそこ見てる。そうそうそう。なんで日本だけ会ってくれないのかなと思ったけどさ。そうだね。でも外務省の説明は、バイデンが忙しくてって言うんでしょ？ああ、そうそう。難しいね。まあ外務省もちょうどかなりサボってるような感じもするけどな。うん。
でも、これは一丁目一番地だから、米国大使館、アメリカのね、あの大使館の人はもうそれは必死になってやってるよね。うんうん、そうだろうね。うん。わ、うん、かりました。今日は2回にわたっていろいろね、霞が関の話、マスコミの話、いろいろ聞いて、なんかね、非常にこう、将来がやっぱり心配になってくるな、これだと。日本国の中枢がここまでね、なんかもう情けない状態になってるかというのを改めて実感いたしました。高橋さん、今日もありがとうございました。はい、まあ、引き続き、高橋陽一の霞が関ウォッチ、岸田政権ウォッチを聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。どうも。どうも。